2023年、トヨタの新型プリウスが衝撃のデビューを果たしました。トヨタのハイブリッド専用モデルのプリウスといえば、かつては高齢ドライバーによるプリウスミサイルと揶揄されましたが、今回のフルモデルチェンジでは大きくそのイメージを一新。デザイン、動力性能、すべてに磨きがかかり、スタイリッシュでスポーティーな車に生まれ変わりました。エクステリア。プリウスのエクステリアは、ボンネットラインと一体化したような、フロントウィンドウの傾斜角。流線形のグラマラスなボディラインと、シャープなライト、ハンマーヘッドが特徴です。プリウスのエクステリアは、機能性と美しさを兼ね備えた、優れたデザインだと言えるでしょう。プリウスは素晴らしい外観をまとった、スポーツセダンに生まれ変わりました。インテリア。プリウスのインテリアは、シンプルかつ豪華で、洗練されたデザインで、運転席からの視界や操作性が良好です。コクピットは、視線を前方に誘導するトップマウントメーターを起点とし、安全確認がしやすく、運転に集中できる構成です。最大限走りの良さを楽しむことができます。動力性能。プリウスは、優れた動力性能と燃費を兼ね備えたハイブリッドカーです。プリウスは、エンジンとモーターの組み合わせにより、快適な走行を実現しています。新型プリウスでは、システムが一新され、1.8 リットルと2リットルエンジンがモーターと組み合わせられます。どちらも、従来並みの燃費性能をキープしつつ、出力を大幅にアップしています。特に、プラグインハイブリッドモデルは、システム出力223馬力で、発進してわずか 6.7 秒後には時速100キロですよ。これは昔のスーパーカーの数字ですね。プリウスは走行状況に応じてエンジンとモーターの出力を最適化することで低燃費と高いパフォーマンスを両立しています。機能、性能。プリウスは先進の安全技術、トヨタセーフティーセンスを装備。その他、先端技術で衝突回避支援や運転支援など、様々なシーンでドライバーをサポートします。エアバッグや ABS など、基本的な安全装備も充実し、衝突時の被害軽減や、制動性能の向上に寄与します。価格。プリウスの価格は税込み、320万円から460万円です。キントのサブスク専用グレードもあります。まとめ。初めて、プリウスの実車を見たときは、その美しさに目を奪われました。トヨタの新型プリウスは、ハイブリッドシステム、エクステリア、インテリア、安全性能、動力性能において、最も優れた性能を発揮する、現段階での究極のハイブリッドカーです。